これは割り付けるっていう技術。一般的な感覚で使うと相打ちになります。手首で反作用させてパッ。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。朝山一伝会でございます。今回は一撃必殺。もう本当に一撃必殺と分かりますね、はい、ね、はい、でも僕真横から見てたんで、どう一撃でパンって割ってるのか分からないんですけど、これは割り付けるっていう技術、うん、下流でいうとこの切り落とし、なるほど、北進刀流とかの、で、刀流の場合は相手がまっすぐ切ってくるんですよ。で、こっちが曲がってんの、つまり相手はね、大上段って言ってこうするんですね、はい、で、これは伸びる太刀なんです。遠くへ伸びる太刀、ただし斬撃力が弱いんです。でそれに対して刀流の右上段って束のね、中心がセンターラインに来るようにこういう角度に構えるんです。これで待機すると、で相手が伸びる太刀を使ってこう切ってくるわけ、はい、そこへこのまんま合わせに行く。で合った瞬間に手筋をまっすぐにして向こうへ突き出すんです。そうすると刀の形状で相手のが外れて自分の中にズルズルってこれ入る。ちょっとこの近くでゆっくりで、相手が下ろしてくる力も本来手伝うんだけども、うん、これでも作用するから、うん、これこう当てに、はい、このまま、はいはい、で当たった瞬間に手筋をまっすぐにして向こうへ突き出す、下へ下ろすんじゃなくて、はい、そうすると相手のがそれ、これで相手が下ろしてくる力が手伝えばもっとズルっていく、自分のだけだから割り込んでいくわけ。はい、割り込みってやつ、うん、いや相手だったらこれ嫌ですね、うん、近くここまで来てますからね。そうそうそう突っ込んでいく感じ。じゃあ突っ込みの威力があればあるとより強力になってくるって感じなんですね。そういうことですね。ああこのね、はい、このところまさに一撃殺人殺人にふさわしい、シンプルでかっこいい。だからこういう太刀使う人にはかけられない、あだからやんない方がいい。伸びる太刀を使える人にやった方がいいね。ああじゃあ相手によって、ま、技も変えていくわけですもんね、うん、ありがとうございます、はい。次はコテでしたね。うん、コテ。ちょっと痛かった。ごめんね。今さっきの痛かった。そんなこといけないですよ、俺で。でもこれなんか、うん、急に、先生、実際体動いてないじゃないですか。うん、手先のこの、これで、はい。それでこう切れるもんなんですかね、相手。切れます、切れます。十分痛かったもんね。十分痛かったです。結構打たれてます、はい。僕的には、コテ入れるの難しいなと思っちゃうんですけど。ああ、これね、一般的な感覚で使うと、相打ちになります。ですよね、なんかそんな、うんうん、はい。相打ちになるとこうお見せします。切れてますね、先生、腕が。そう、こういうにやってないで勝手に相手が切られてる。だから今の見てただ真似しようとするとこうなの。今初めて見ましたね、うん、今の事故というか、うん、あ先生のサービスです。サービスですね、これはね。サービス、相打ちのシーンを見せてくれる。じゃあこれなんで相打ちにならないんですか。そう、違いですよね。これはですね、相手が下からこうコテ切ってくるでしょ、その瞬間に一緒にこう動かしてるの。相手の刀のこっち側でこうで、手元だけ上げる、ちょっとスポッて楽になるんです。これが最初から相手が来た瞬間にそれをしに行くと相打ち。ああ本当、何にもしなくて勝手に行っちゃう。ちょっと脱力するんです。で手元だけをフッと上げる。そうすると、ああ絶妙な絶妙な感じで、いやこれ難しいでしょ。難しい難しい難しい。だからみんなね、相打ちになる。そうかすったり、確かにちょっと稽古してなります。そうだから相手が下から切って来たっていう瞬間に、うん、相手の太刀のこっち側でね、はい、U の字角反対から、でよくよくその状態で相手のがここへ到達しようとするときに、切っ先を上げずに手元だけ上げる。ああそっか。そうだから最初から使う人っていうのはそうやるしかないから、ここで相打ちになる。はあ、ところが一緒にあーって言って手元だけ上げる。はあ一緒なんだ。そうそうそう、一緒に同じ動作する。この切っ先上げるんじゃなくて、どちらかってこっち上げる。そっちだけ上げる。はいこれはすごいですね。はいはいはい、うまい具合にちょうど交差してこういってるんですね。そう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 、これ間で生じること。相手のだけがふわっとなって自分のだけがポコッと上がる。はい、いやなんかこの技が一番弾力がいるっていう。だから最初の人はね、虚勢張っちゃうから、うん、相手より早く切ったれと思ってパッてやると相打ちになるんです。はい、手筋上なるに決まってるんですよ、それ。そう、ね、あのはっていう瞬間が大事だ。いやこれまさに精神の感じで出るところかもしれない、はい、すごいこれ細かい細かい技であって、で弾力が必要とされる。
渋くていいな。渋いですね。これが模擬刀でやったらすっごい怖いから。ああですね、うん、ありがとうございます。確かに。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。これももう一撃で決まってるけど、一応次の技も入れてる。ああ、でも健康上です。これもちょっとさばいてるって感じなんですか、体で。さばいてないです。はい。ピラス感じでしょ。で、歩み寄って合わせずに、最後の一歩の時に飛び込んで小切りに行く。こう。この時に、要するにこうやるんですよ。それだけのことなんだけど、はい、切っ先に遠心力が生じるように工夫あるべきこと。つまり、左手を離すわけですよ。せっかく離すんですから、ただ離すなということ。え、どういうことですか。つか弾くの。あパチンコみたいな。そう、つか弾いて右の手首で反作用させてパン。それで威力をつける。そう、威力をつける。はい、ここに手があったんですよ、さっきまで。はい、寸分。そう、うん、で、この後は稽古場のおまけなんで、はい、相手が下がる、はい、そこを詰めてって手を捕まえる。もうこれで終わりね。はい、ちょっとかすってまだ生きてる場合のことも考えないといけないですもんね。うん、要するに切ってないわけ。切ってない。はい、うん。例えば切ってしまうんだったら、こういうふうな感じになる。おー、はい、切ってから落として、はい、稽古がこういう世界になる。あ、まあ、落とさないとこれが来るかも。何があるか。そうですね。でもこうパチン、木刀だからこれですけど、うん、これ模擬刀とか刀だったら重さが加わるんで、さらに今度は止められない。そうですね。止めるのが大変だ。振るなよ、振るなよ。振るなよ。なめて。ちょっと模擬刀の口見て。よろしいでしょうか。どうぞ。まあ、西野先輩が。都合いいように使われちゃってるから、だからまあ、西野先輩が。すいません、模擬刀でやっていただいて、はい、緊張感ってやっぱ重さが違いますね。弾く時のスピードというか。これあれですよ、絶対素人の方とか、ああ、やんない方がいいですよね。あの目に入る可能性あるので。そうそうそう、思わぬところにね、引っかかっちゃったり、はい、目なんかついちゃったりしたら大変なんで、絶対真似しないで。はい、はい、そうです、お願いします。お願いします。今回もご覧いただき誠にありがとうございました。